急性開白髄炎は、ポリオとも呼ばれる、ピコルナウイルスか、エンテロウイルス属のポリオウイルスによるウイルス性、感染症。ポリオは、ポリオメイライタスの省略形。ポリオウイルスが原因で、脊髄の開白質が炎症を起こす。はじめの数日間は、胃腸炎のような症状が現れ、その後1%以下の確率で、ウイルスに関連した左右非対称性の士間性麻痺を呈する病気である。 日本では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で2類感染症に分類されている。急性回白髄炎の名はポリオウイルスの3つの血清型、いずれの血清型に近する感染症に対しても使用される。ポリオ感染の症状は大きく2つに分類できる。1つが不全型ポリオとも呼ばれる中枢神経系が関わらない軽微な症状。 もう一つが CNS の関わる重篤な症状であり、後者は麻痺を伴う場合と伴わない場合がある。正常な免疫系を持った人では、ポリオウイルスの感染は、その約90から95%が不健性である。まれに、ポリオウイルスの感染が上部軌道感染症、消化器障害、官房様症状などの軽微な症状を引き起こす。ウイルスが、 中枢神経系に侵入するのは感染者内の1%程度である。CNS の感染を伴う場合、多くの患者が頭痛、首痛、肺部痛、腹痛、末端痛、発熱、嘔吐、脱力、神経過敏を伴う、ひがた型い膜炎に発展する。1000人の感染者のうち1から5人が麻痺型の疾患へと進行し、筋力が低下、自立困難になり、 最終的に、急性子感性麻痺として知られる完全な麻痺状態に陥る。麻痺の部位に応じ、麻痺型のポリオは脊髄型、塩髄型、塩髄脊髄型に分類される。脳自体に感染が及ぶ脳炎は稀であり、かつ基本的に新生児に限定される。脳炎においては、錯乱、精神状態の変化、頭痛、発熱、そして稀に、発作、形成麻痺が生じる。 詳細は、ポリオウイルスを参照ポリオウイルスの10日型電子、顕微共造急性開発髄炎は、ポリオウイルスとして知られるエンテロウイルス属のウイルスの感染によって生じる。この属の RNA ウイルスは消化器系で増殖し、特に咽頭や小腸を感染そうとする。初期兆候症状までの潜伏区期は3日から35日までの幅を取るが、 一般的には6日から20日の間となる。ポリオウイルスは人のみに感染し、疾患を引き起こす病原体である。構造は極めて単純で、一本鎖の鎖 RNA ゲノムとそれを包むタンパク質の殻、カプシドのみによって構成される。カプシドは、ポリオウイルスの遺伝物質を保護するだけでなく、ポリオウイルスを特定の細胞に感染させることもできる。 これまでに3つの血清型が同定されてきた。それぞれ1型、2型、3型と命名され、それぞれわずかにカプシドタンパク質に違いがある。3つの血清型全てが極めて病原性が高く、同一の症状を引き起こす。1型は最も感染頻度が高い型で、麻痺との関連性が最も強い。症状が出るかどうか、自然感染か。 ポリオワクチンによる予防接種かどうかを問わず、ポリオウイルスの曝露を受けた人は免疫を獲得する。免疫を持つ人の体内には、扁桃や消化器系に、ポリオウイルスに対する異がが存在し、ウイルスの増殖を防ぐ。また、ポリオウイルスに対する異具やアイムは、ウイルスが中枢神経系の運動ニューロンに侵入するのを防ぐ。ある血清型に対する自然感染ないしワクチンは、 他の血清型に対する免疫を誘導しないため、完全な防御には各血清型の曝露を必要とする。稀に、ポリオウイルス以外のエンテロウイルスが感染することで、ポリオウイルス様の症状を引き起こすこともある。急性回白髄炎は、噴口経路ないし、口口経路によって感染し、いずれの経路も感染性が高い。流行地域ではほぼ全ての人に、 野生型ポリオウイルスが感染する。温帯気候においては季節性に流行し、夏から秋にかけて新規感染が増加する。一方、熱帯地域ではこの流行の季節性はほとんど不明瞭となる。潜伏期として知られる曝露から初期症状までの期間は通常6日から20日で最短で3日、最長では35日間となる。ウイルス粒子は 初期感染の後、数週間にわたって、糞便中に排泄される。ポリオは、基本的には汚染された食べ物や水の摂取による、糞口経路で伝播する。一方で、偶発的に口々経路によって伝播することもあり、特に公衆衛生が整備された衛生的な地域によって観察される。ポリオの感染性は発症の前後7から10日の間に最も高くなるが、 唾液や糞便中にウイルスが存在している限り感染の可能性がある。ポリオの感染や重篤化の危険性を高くする因子として免疫不全、栄養失調、麻痺発症直後の物理的運動、ワクチンや治療薬の摂取による筋骨格系の損傷、妊娠がある。妊娠時にウイルスは血液体盤関門を通過できるが、胎児は 母体の感染にもポリオワクチン接種にも影響を受けないようである。母体の抗体もまた胎盤を通過し、新生児を生後2から3ヶ月にわたりポリオ感染から保護する受動免疫を与える。ポリオにより閉塞した腰部前脊髄動脈ポリオウイルスは口から体内に侵入し、最初に咽頭か小腸粘膜の細胞に感染する。細胞への感染においては 細胞表面に発現し、ポリオウイルス受容体としても知られる、免疫グロブリン様受容体、CD155 分子に結合することで、細胞内へ侵入する。細胞内へ侵入したウイルスは、宿主細胞のセントラルドグマを乗っ取り、複製を開始する。ポリオウイルスはおよそ1週間で消化器系の細胞内で増殖し、そこからさらに変動。 パイエル板の M 細胞を含む腸管リンパ組織、および頸部内視腸管膜リンパ節へと感染を広げ、その場で十分に増殖を重ねる。そしてウイルスはさらに血流へと侵入する。ウイルス血症として知られる血流へのウイルスの拡散により、ポリオウイルスは全身へ拡散する。ポリオウイルスは血中およびリンパ液中で長期間生存、増殖可能で、 17週間にわたり循環することがある。少数の症例においてはウイルスが褐色脂肪、細毛内皮系、筋などの他の組織でも増殖する。この持続的なウイルスの増殖は重度のウイルス血症を招き、軽微な官房様症状の発展につながる。稀にこれがさらに進行し、ウイルスが中枢神経系へ侵入、局所的な炎症反応を有機する。 中枢神経系にウイルスが侵入してもなお、多くの症例では脳を包む相乗の組織、髄膜に炎症が厳局し、これは、ひまひがたむ性髄膜炎と呼ばれる。CNS への感染がウイルスに与える利点はないと考えられており、CNS への感染は、通常の消化器感染から自己的に生じるようである。ウイルスが CNS へと広がる方法はほとんど理解されていないが、 基本的には、偶発的であるようで、感染者の年齢、性、社会経済学的地位は、c n s への移行の有無にはほとんど影響しない。ポリオウイルス感染に続発する骨格筋組織の神経細胞破壊が麻痺の原因となる。感染者のおよそ1%でポリオウイルスは特定の神経繊維に沿って、感染を広げ、脊髄、脳幹、 運動皮質の運動ニューロンを好んで、細胞内において増殖、これを破壊する。これが、麻痺型急性開白髄炎の形成につながる。麻痺型のポリオの様々な臨床型は、神経が受ける、損傷の大きさと炎症が起きる、部位、影響を受ける CNS の部位が異なるだけで、本質的には同一である。神経細胞の破壊は、高根神経節内に病変を形成する。 同様の病変は、毛様体、前提神経核、小脳中部、深部小脳核にも形成されうる。麻痺に関連した破壊的変化は他にも、全脳領域、特に床下部と視床に発生する。ポリオウイルスが麻痺を起こす、分子機構はほとんど理解されていない。早期麻痺型ポリオの症状は、高熱、頭痛、肺部と首のこわばり。 様々な部位における非対称性の筋力低下、接触への過敏、塩化混乱、筋肉痛、教材反射と深部反射の消失、痺れ、神経過敏、便秘、排尿混乱などである。麻痺へは通常、発症の1日から10日後に進行し、2日から3日、継続、発熱が収まるとそれ以上進行しない。麻痺型ポリゴ発症の期待値は、年齢とともに増加し、 麻痺の範囲も同様である。小児においては、CNS に感染した症例でも、非麻痺型随膜炎に帰結することがほとんどであり、麻痺は1000件あたりでわずか1件においてのみ発生する。一方で、成人の場合、麻痺型は75件あたり1件の頻度で発生する。5歳以下では、片方の足の麻痺が最も多い。しかし、成人では胸部及び腹部を犯す後半な麻痺が、 死死にも影響することがより多くなる。麻痺型の頻度は感染したポリオウイルスの血清型によっても変化し、一番高い1型では1、200、一番低い2型では1、2000の頻度で、それぞれ麻痺を生じる。脊髄ポリオ、編集脊髄の全角における運動ニューロンの1脊髄ポリオは、麻痺型ポリオで一番多い型で、全角、すなわち、 脊柱の腹側にある開発室の運動ニューロンにウイルスが侵入した結果として生じ、この運動ニューロンは、胴部、四肢肋間の筋肉を含む筋肉の運動を支配する。ウイルスの侵入は神経の炎症を生じ、運動ニューロンの神経節の損傷と破壊につながる。脊髄の神経細胞が死ぬと、ワーラー変性が発生。死んだ神経細胞が もともと支配していた筋肉は弱ってしまう。神経細胞の破壊によって、皮腫肺筋は脳や脊髄からの信号を受け取れなくなり、神経刺激を受け取らなくなった筋は、萎縮弱った筋肉は制御困難になって、最終的に完全な麻痺に至る。麻痺の重篤度は急速に最大に達し、通常発熱と筋肉痛を伴う。深部腱反射にも影響は及び、 消失ないし低下する。一方で麻痺した四肢の感覚障害が起こることはない。脊髄麻痺の範囲は影響を受けた神経の領域に依存し、頸部、胸部、腰部の各領域に影響が及ぶ可能性がある。ウイルスの影響が体の両側に及ぶこともあるが、多くの場合、麻痺は非対称的である。どの死肢も、そしてどの死肢の組み合わせも麻痺になりうる。つまり、 片足のこともあれば、片腕のこともあり、また両足両腕に及ぶこともある。麻痺はしばしば塩医よりも、筋医で、より重篤となる。塩髄ポリオ、編集炎髄1と解剖麻痺型ポリオの2%を、占める塩髄ポリオはポリオウイルスが、脳幹の塩髄において、神経を化し、破壊することで発生する。塩髄領域は、大脳皮質を脳幹へとつなげる、白質経路である。 この部位の神経細胞の破壊は、脳神経に支配される筋力を低下させ、脳炎症状を引き起こし、呼吸困難、発話障害、炎化障害を招く。この型のポリオによって影響を受ける神経で重要なのは、絶因神経、瞑想神経、および副神経である。炎化機能に対して与える影響により、粘膜分泌物の軌道流入が増加、窒息を招く。 他の兆候、症状として、顔面麻痺、腹詞、咀嚼困難、呼吸数、呼吸振動、呼吸リズムの異常がある。排水腫と、ショックも生じることがあり、死に至ることがある。塩髄脊髄ポリオ、変臭前麻痺型ポリオ症例のおおよそ19%は、塩髄症状と、脊髄症状の両者を示し、この方のポリオは呼吸障害型ポリオ、あるいは、 延髄脊髄ポリオと呼ばれる。この場合、ウイルスは、頸髄の上部に障害を与え、横隔膜の麻痺が生じる。この方のポリオで影響を受ける神経で重要なのが、横隔神経と塩化に必要な筋を支配する神経である。これらの神経を破壊することで、この方のポリオは、呼吸に影響し、患者は人工呼吸器による補助なしには、呼吸困難。 あるいは呼吸不可能な状態となる。また、腕や足の麻痺を生じうるほか、塩下と新機能にも影響を与えることもある。患者が、急性に脱力麻痺を一本ないし数本の肢において発症し、他の明らかな原因なしに麻痺した肢の検反者が、減衰ないし消失し、かつ知覚や、意識の消失がない場合、臨床症状から麻痺型ボリオが疑われる。通常、 実験室的な診断は、糞便資料か、咽頭の具液からポリオウイルスを分離することによって行われる。ポリオウイルスに対する抗体にも診断的価値があり、発症初期の資料とそれから3週間後の資料を比較し、力値が4倍増加した場合は、ポリオウイルス感染が示唆される。ただし、入院時にはすでに多量の抗体を検出することがあり、力値の増加は、 必ずしも検出されない。腰椎戦子によって得られる患者の脳脊髄液の解析は白血玉数の増加やタンパク質レベルの軽度増加を証明する。脳脊髄液からのウイルス分離も麻痺型ポリオに対する診断的価値を持つが滅多に検出されない。急性脱力麻痺に陥った患者からポリオウイルスが分離された場合はさらに DNA 指紋法や 最近では PCR 法によるさらなる検査が行われ、分離されたウイルスが野生型か、それともワクチン株かを明らかにする。野生型ポリオウイルスによって生じる麻痺型ポリオ症例1件につき、200から3000人の感染性を持つ不健性キャリアが存在すると算出されるため、ウイルスの感染源を明らかにするのは重要である。ポリオには特異的な治療法はない。 治療の焦点は、対症療法による、不快症状の緩和、回復の補助、合併症の予防に置かれてきた。指示療法は萎縮した筋の感染を防ぐ、抗生物質、痛みを緩和する、鎮痛薬、軽い運動、栄養療法を含む。ボリオの治療はしばしば長期にわたるリハビリを必要とし、作業療法、理学療法、運動療法、装具装着。 靴型装具装着などが行われ、そして整形手術が行われることもある。移動型の人工呼吸器が呼吸の補助のために必要になることもある。歴史的に患者が自発呼吸をできるようになるまで、鉄の肺とも呼ばれる、非侵襲的な陰圧呼吸器が、急性ポリオ感染時における人工的な呼吸の維持のために使われた。現在では、 永続的な呼吸麻痺を持つ多くのポリオ生存者が胸から腹を覆う近代的なジャケットタイプの陰圧呼吸器を使用している。他にも歴史的ポリオ治療法として水療法、電気療法、マッサージと受動運動、検診長法や神経移植などの外科療法などが行われた。ポリオのために右足が変形した子供、不全型ポリオの場合、患者は 完全に回復する。無菌性髄膜へのみに終わった場合、症状は2日から10日継続するが、これも完全に回復する。脊髄ポリオの場合、ポリオウイルスの影響を受けた神経細胞が完全に破壊されると、麻痺は永続的となる。一方で、神経細胞が破壊されず、一時的な機能不全に陥った場合は発症後4から6週間で回復する。 脊髄ポリオ患者の半分は感知し、4分の1が軽度の障害を持ち、残りの4分の1は重度の障害が残る。急性期の麻痺も障害にわたる麻痺も、その重特度はウイルス血症の度合いに比例し、かつ免疫の強度に反比例するようである。脊髄ポリオが死に至ることは珍しい。呼吸の補助がない呼吸器症状を伴う急性回白髄炎の気欠は、 窒息や分泌物の吸入による肺炎を含む。麻痺型ポリオ患者全体で5から10%の患者は、呼吸筋の麻痺が原因で死に至る。致命率は年齢によって異なり、小児で2から5%、成人で15から30%までの患者が死亡する。塩水ポリオは呼吸補助がないと、しばしば死を招く。呼吸補助があれば致命率は、 患者の年齢によって25から75%の幅を取る。間欠性予圧呼吸器が利用できれば致死率は15%まで低下し得る。急性回白髄炎の麻痺は多くの場合一時的なものである。麻痺していた筋への神経刺激は1ヶ月以内に復活し、通常6から8ヶ月で完全に回復する。麻痺型急性回白髄炎の回復に関する神経。 生理学的工程は完全に効果的であり、もともとの運動ニューロンが半分失われたとしても、筋肉は正常な機能を維持できる。感染後12から18ヶ月後に筋力がわずかに回復することもあり得るが、麻痺が1年経過してもなお継続する場合は、永続的な麻痺になるようである。ボリオからの回復に関わる修復機構の一つに、神経終末端の発芽がある。 この機構によって脳幹や脊髄の運動ニューロンは新たな枝分かれや軸索発芽を構築する。新しい分岐はポリオ感染の急性期に神経支配を失った筋繊維に再び神経刺激を与えることができ、筋繊維は収縮能力を回復して強度を改善できるようになる。終末端の発芽は 数本の著しく肥大した運動ニューロンを生み出し、肥大した運動ニューロンは以前の4から5倍の仕事をこなす。例えば、ある運動ニューロンが元々に100本の筋繊維を支配していた場合、その運動ニューロンは800から1000本の筋繊維を支配するようになる。リハビリの段階において生じ、筋力の復元に寄与する他の回復機構として、運動による筋繊維肥大と、 通型筋繊維の I 型筋繊維への変換がある。以上のような生理学工程に加え、生体は麻痺の後遺症を持っていても機能を維持するために代償機構を数多く持っている。代償機構には弱い筋を本来の収縮能力を超えて用いたり、もともとあまり使われない筋の運動能力を成長させたりすることが挙げられる。麻痺型ポリオにおいて、 後遺症となる合併症は回復期の最初の段階に続いて発生する。筋の不全麻痺と麻痺は骨格の変形、関節の拘縮、運動障害を生じることがある。一旦四肢の筋が脱力状態に陥ると他の筋の機能までを妨害する。この他の筋の機能妨害によって生じる典型的な兆候が戦速である。戦速のような骨格の変形は つま先を下に下げる筋が働く一方でつま先を上げる筋が働かない時に発生し、足は自然と倒れ込むようになる。この変形が治療されず放置されると、肺側のアキレス腱が収縮し、足を正常な位置に置くことができなくなる。内反則に至ったポリオの犠牲者はかかとを設置できず、普通の歩き方ができない。また、同様の現象は腕の麻痺でも生じうる。 患者によっては、ポリオの影響を受けた足の成長が阻害され、反対側の足が正常に発育することもある。結果的に一方の足がもう一方の足に比べて短くなり、患者は片側に傾きながら足を引きずる。そして、脊椎側、腕章のような脊椎の変形に至る。詳細は、ポリオ補償効群を参照幼少期において、 麻痺型ポリオを発症した人の25%から50%は、急性症状の回復から数十年後に、特に新たな筋力低下や、極度の倦怠感などの、さらなる症状を発現する。この状態は、ポストポリオ症候群、ポストポリオ後遺症として知られる。ポストポリオ症候群の症状は、麻痺型ポリオの回復期に形成された過剰に被害した。 運動単位の失調が関与していると考えられている。ポストポリオ症候群のリスクを増大する器用因子には、運動単位の喪失を伴う過励、加齢、急性期からの回復後に残った、後遺症の存在、神経の過剰使用と無使用の両者が含まれる。ポストポリオ症候群はゆっくりと進行する病気で、これに対する、特異的な治療法は存在しない。ポストポリオ症候群は、 感染によって起きるものではなく、この症状を発現した人はポリオウイルスを排出しない。蛍光性ポリオワクチンを投与される子供詳細は、ポリオワクチンを呼び、4種混合ワクチンを参照蛍光性ポリオワクチンまたは、不活化ポリオワクチンの接種が唯一の予防法である。野生化ブルー工事はワクチンが予防効果を発揮する。生ワクチンでは弱毒化した、生きた、 ポリオウイルスそのものを摂取して感染させるため、ワクチンウイルス感染による麻痺性ポリオ発症が100万分の1の割合で生じる。ポリオはウイルスが中枢神経に感染することによって引き起こされるので、ホルマリン処理され、ウイルスが生きていない不活化ワクチンを摂取してもポリオは発症しない。野生株によるポリオ感染がなくなった地域、国家では麻痺を起こさない。 より安全な不活化ワクチンへ移行している。日本では2012年9月1日に生ポリオワクチンの定期予防接種は中止され、単独の不活化ポリオワクチンが導入され、2012年11月1日からは4種混合ワクチンが導入された。不活化ポリオワクチンは初回接種3回、追加接種1回、合計4回の接種が必要である。ポリオは 1988年の世界保健機関総会において2000年までの根絶が決議されたが2019年現在で1型と3型ポリオは根絶されていない状況である。根絶計画により流行地域は非常に狭まっている。フーが2020年にアフリカ大陸での根絶を宣言し、この時点で野生株によるポリオ常在国はパキスタンとアフガニスタン。 となっている。しかし、渡航者などによる飛び火で、周辺国でも報告例が相次いでいるので、感染症情報には常に注意を要する。日本では、厚生労働省検疫所が、ナイジェリア、パキスタン、アフガニスタン及びその他の流行地への渡航者に対して、追加接種を推奨している。風の推奨では、 この追加接種は、経口性ポリオワクチンか不活化ポリオワクチンの接種を3回完了していることが前提である。また、日本では1975年から1977年に生まれた人は、ポリオ3型に対する免疫を持つ割合が、他の年齢層に比べて低いため、国立感染症研究所は、流行地域の渡航に関わらず再接種を干渉しているが、 ワクチン接種は自由診療の任意接種である。一般には、脊髄性小児麻痺と呼ばれることが多いが、これは5歳以下の小児の罹患率が高いことからで、成人でも感染しうる。季節的には、夏から秋にかけて多く発生する。1961年からポリオワクチンの予防接種が実施されている。日本では、1980年に野生株による、 ポリオ感染が根絶され、その後は定期接種で行われる経口性ポリオワクチンからしか発症していないが、世界ではパキスタンとアフガニスタンが流行地域である。世界保健機関は全世界での根絶を目指している。ポリオは1988年には世界125カ国において年間35万症例が発生していたが、日本を含む 国際社会の真摯な取り組みにより、2009年には約1600症例にまで減少した。その後の推移は2010年1349例、2011年650例、2012年は223例、2013年は385例、2014年は359例、2015年は71例、2016年は37例、 2017年22例、2018年は33例となっている。2020年現在、ポリオの常在国は、パキスタン、アフガニスタンの2カ国のみとなり、根絶へ向けた最終段階に入っている。しかし、これらの国々はいずれも、政治、社会的な理由から、子供たちへの予防接種が困難であったり、資金量の低下によって、 ポリオ根絶に向けた足踏み状態が続いている。しかし、ここで、ポリオ根絶に向けた取り組みを加速化させなければ、ポリオ発症例数が増加に転じ、さらに周辺国への感染被害を引き起こし、これまでの根絶への努力が無駄になってしまう恐れがある。実際に、2011年時点では、常在国4カ国の周辺17カ国においても、ポリオ症例が報告されていた。 2012年2月12ヶ月間に新たなポリオの発生がなかったインドは正式に常在国から削除され大きな前進である。2014年3月27日には風により以下の地域を含む東南アジア地域におけるポリオの根絶が宣言されたインド、インドネシア、スリランカ、タイ、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、 ミャンマー、モルディブ。これらの地域が追加されたことにより、世界人口の80%がポリオの根絶された地域に住んでいることになる。2020年には、ナイジェリアが根絶国として認められたため、アフリカ大陸からポリオが根絶された。パキスタン2010年には144症例、2011年は198症例が報告された。カラチ、バローチスターン州。 連邦直轄部族地域が流行の中心。4カ国の常在国のうち、最も症例数が増加している。また、アフガニスタンとの国境地帯における大規模な人の移動による、度重なる再感染が課題である。パキスタンでのワクチン接種は紛争及び、組織的な問題によって妨げられている。2013年から2014年にかけて、 合計66人のワクチン接種を行う医療関係者が殺害された。アラブ首長国連邦による1000万人の子供に対する4.4億ディルハムの支援及び軍事的な状況の変化。医療関係者への襲撃者の逮捕により、2015年においては発生率が70%低下している。アフガニスタン2010年には25症例2011年は 80症例が報告された。紛争のため、子どもたちへのアクセスが困難なヘルマンド州、カンドハール州とウルズガーン州における13の地域が流行の中心。アフガニスタン紛争の主たる、抗戦勢力はいずれもポリオワクチン接種の支援を行っており、ポリオの発生率は急速に低下している。なお、長年にわたって常在国リストだった国家にインドとナイジェリアがある。 インド2010年には42症例の報告があったが2011年は1症例が報告されたのみであった。ウッタルプラデーシュ州とビハール州が流行の中心であるがマップ部1の集中使用により2008年は3型ポリオが主に流行している。そのためマップ部1に加えてマップ部3を使用し流行の阻止を図った。2010年からは1型、3型の2か、 ポリオワクチンボップ部が用いられている。2012年2月、1年間新たな患者の発生がないことが確認されたことから、風はインドを常在国リストから外した。その後、2014年3月27日には根絶が宣言された。ナイジェリア2003年に当時ポリオが根絶されているとされていたナイジェリア北部においてポリオワクチンは、 イスラム教の信仰に対抗するためのアメリカ合衆国及び国際連合の陰謀であり、真の信仰者たちを虚勢するように作られているというファトアが宣言された。その後、ナイジェリアでポリオが再発生し他の数カ国に広まった。2010年には21症例、2011年は62症例が報告された。 2013年にはポリオワクチンの管理を行っていた9人の医療関係者がバイクに乗ったガンマンによって襲撃され殺される事件がカノで発生した。これは最初で最後の襲撃であった。現地の伝統的宗教的な指導者やポリオ生存者がポリオワクチンの接種運動の再開のために貢献し、ナイジェリアでは2014年7月24日、 以来ポリオは発生していないとみなされ、ナイジェリアは2015年9月26日に常、在国リストから一旦除外された。もしも新たなポリオの発生がなければ、2017年にはポリオ根絶が宣言される予定であったが、2016年にボルの週にて2名の新規患者が発生。根絶宣言は事実上先送りとなった。しかしながら、以降の発症例は報告されず、 2020年8月25日、世界保健機関は、アフリカでポリオが根絶されたと宣言した。日本におけるポリオは、全国各地で流行が見られ、1910年代、1920年代、1930年代後半から1940年代後半、1951年1月から6月には、半年で1500名の患者が出た。 このことから厚生省は1951年中に法定伝染病に指定している。この時点では死亡率は約2割とされている。1960年春には北海道を中心に5000名以上の患者が発生する大流行となった。そのため1961年にソビエト連邦から蛍光性ポリオワクチンを緊急輸入し一斉に投与することによって流行は 急速に収束した。引き続いて、日本産アップ部が認可され、1963年からは、日本産アップ部の二回投与による定期接種が行われてた。1981年以後野生株のポリオの発生が見られず、2000年に、風に対しポリオの根絶を報告した。ただしアップ部は、ごく稀に手足の麻痺が生じる。このため、 日本と同じように野生株のポリオウイルスの流行していない国々ではワクチンによる小児麻痺を防ぐために1990年代後半から経口性ワクチンを不活化ワクチンに切り替えてきた。日本では野生株による麻痺性ポリオ患者の発生は1980年を最後に見られないが経口性ポリオワクチンを接種することで稀に 麻痺性ポリオを発症することがあるほか、ワクチン株由来のウイルスによる小児以外の患者発生も報告されている。2008年3月までに予防接種健康被害認定審査会において生ポリオワクチン接種後に麻痺を発症したと認定された事例は、1989年度以降80件である。また、同審査会において、 ワクチンを接種された者からの二次感染と認定された事例は2004年度以降5件である。この傾向性ポリオワクチンによるポリオ発症が問題視されて、不活化ワクチンの再導入を求める民間の声が上がった。こうした事態を受け、2012年4月19日に厚生労働省の薬事、食品衛生審議会薬品第2部会が開催され、 承認申請が行われている、不活化ワクチンのうち一種について、製造販売を行っても問題ないとの結論に達し、2012年9月1日に生ポリオワクチンの定期予防接種は中止され、単独の不活化ポリオワクチンが導入され、2012年11月1日からは、4種混合ワクチンが導入された。不活化ポリオワクチンは、初回接種三回、追加接種一回、 合計4回の接種が必要である。4種混合ワクチンを参照日本は、1997年に日本を含む風にしたい平洋地域において達成したポリオ根絶の経験を活かし、世界におけるポリオ根絶イニシアティブにおいても、先駆者として貢献してきたが2011年8月、日本国政府は、ビルメリンダ・ゲイツ財団との官民パートナーシップのもと、 革新的な手法を用いて約50億円のポリオ根絶支援を実施することを発表した。これはパキスタン政府によってポリオ根絶事業が一定の成果を出すことができればビルメリンダ・ゲイツ財団がパキスタン政府に代わって日本国政府に債務を返済するというローンコンバージョンと呼ばれる手法でこれによって パキスタン政府のポリオ根絶に向けたより一層の努力を引き出しつつ、最終的にパキスタン政府に債務負担を課すことなく、ポリオ根絶対策を支援することが可能となる。ポリオは大型類人猿に感染する。1964年に当時アメリカのフロリダ州にあったヤーキス国立霊長類研究センターで流行した。1966年には、 タンザニアのゴンベ系流国立公園で野生のチンパンジーにポリオが流行した。約60頭の集団のうち10頭が罹患し、うち4頭が死に、残る6頭に障害が残った。ゴンベでの流行は近隣地区での人の間の流行の後でタイミングから人からの感染を疑われている。スラム街の貧しい家庭に未熟児として生まれたウィルマ、ルドルフ・ポリオの医学的な記載は、 1840年のドイツのシュトットガルド郊外カンシュタットの医師、ヤコブ・ハイネによるものが初めてであり、1887年にはスウェーデンの小児科医、オスカル・メディンによってポリオのストックホルムでの流行について詳細な報告がなされたことより、ヨーロッパでは当初、ハイネ・メディン病と称されたこともあった。ポリオは19世紀後半から20世紀前半にかけて、 欧米諸国で大流行し、第二次世界大戦後は世界的に流行した、ポリオ患者として知られる著名人は数多い。例えば、日本社会党委員長であり横浜市長も経験したアスカタカズニュートリノの研究で2002年のノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊、1960年ローマオリンピックで女子短距離3種目で、 金メダルを獲得したウィル・マルドルフ、ユニバーサルデザインを造語したロナルド・メースなどが知られる。車椅子姿の F ・ルーズベルトポリオ患者として有名であった人物に第32代アメリカ合衆国大統領のフランクリン・ルーズベルトがいる。1921年にポリオに罹患したカイ・ルーズベルトは自らの麻痺症状の治療のために1926年に ジョージア州ワームスプリングスの温泉地に土地を購入して別宅を建てた。しばしば同地に滞在したため別宅はリトルホワイトハウスと呼ばれ1945年4月にそこで死去している。カイルーズベルトは後遺症により下半身はほぼ麻痺してしまったことから自らの障害体験を通して障害者支援には積極的で大統領就任後ポリオ対策のために 国立省に麻痺財団を設立して募金活動を行い、ワームスプリングスには彼の死後、ルーズベルトポリオ病院が建てられた。ただ、日常生活において車椅子を用いていたものの、その姿をマスメディアに見られるのを嫌い、車椅子姿の写真も2枚しか残っていない。また、メディア側もあえてそのことを報道しなかったため、当時のアメリカ国民は大統領に麻痺があったことは、 ほとんど知らなかったという。2003年、カイ・ルーズベルトは、実はポリオではなく、神経疾患である、ディランバレー症候群であったという記事が、アメリカ合衆国の医学情報誌に報告された。それによれば、39歳という壮年に達してから、発症したことや、彼の症状8項目のうちの6項目が、ディランバレー症候群に、 特徴的な症状を示し、ポリオを示す症状は2項目に過ぎなかったことから、ギランバレー症候群であった可能性が高いということである。ワームスプリングスのポリオ病院も、今日では、リハビリテーション施設に変わっている。日本では、1910年代、1920年代、1930年代後半から1940年代後半、 1951年1月から6月にかけて及び1960年に流行している。特に1960年春の北海道に始まった大流行では全国で5606人と日本史上最大の患者届出があった。この時、ワクチン接種を求める世論が大きな高まりを見せ、ジョナス・ソークによるアメリカ製の不活化ワクチンが ソビエト連邦製の弱毒の生ワクチンの投与しか解決の見えない状況となった。効果においては生ワクチンの方が優れているが、当時の日本では生ワクチンの安全性は確認されておらず、国産の生ワクチンもなかった。また、輸入するとしても冷戦の最中にあって、西側に属していた日本は乗り越えるべき課題も多かったのである。 そうした中、第二次池田内閣の厚生大臣古い記述は自由、民主党内の反対を抑えて、責任は大臣が持ちますと宣言して1961年6月21日にソ連からの緊急輸入が決定された。7月17日、テレビ司会者の高橋慶造が生ワクチンを飲む姿が放映された。実は、 このポリオ根絶キャンペーンの新の立役者は後に日本社会党の国会議員となった上田明であったという NHK 社会部の放送記者として活躍しその後 NHK の労働組合である引っぱな指導の委員長となった上田はこの時ポリオ根絶を目指した上田プランを唱えて NHK を動かし厚生省を動かしたという生ワクチン輸入については後に 松山善造監督の映画、我一粒の麦なれどの主題ともなっている。日本では、こうして世界に先駆けて徹底した全国一斉投与を行って、それが実を結んで患者数は1963年には100人以下に激減して、1981年以降は、集団的なポリオの発生は確認されていない。日本政府は2000年に、風に対し、 ポリオ根絶を報告している。近年、日本ではポリオ感染による障害者の数が増加し、深刻な問題となっている。生ワクチンの投与は、常日のように、大流行時の緊急使用には際立った効果を有した実績があるものの、このワクチンによる免疫獲得率の低い世代が親になった今日、生ワクチンがむしろ小児麻痺の主な原因となっており、 生ワクチンに使用されたウイルスが強毒化する事態も発生している。被害者からは医療行政への抗議とともに不活化ワクチンへの切り替えを求める声が出ており、2012年4月19日、厚生労働省の薬事、食品衛生審議会薬品第2部会が開催され、承認申請が行われている不活化ワクチンのうち一種については製造。 販売を行っても問題ないとの結論が出て、同年9月1日より、ポリオの定期接種は生ワクチンから不活化ワクチンに切り替えられた。ありがとうございます。